円山動物園の周りには野生のカラスがたくさん暮らしています。園内ではカラスに十分気をつけ、餌やりはやめてください。またカラスはとても頭が良く、女性や子供を狙ったりします。手に食べ物を持っているときはお気をつけください。園内にゴミは捨てないでください。ビニール袋などが風で飛び、動物が口に入れると危険です。獣舎は毎日きれいに掃除していますが、動物の匂いがすることもあります。動物が汚いわけではないので、匂いも動物園の楽しみだと思って観覧してね。マリアマンが登場したら叩いたりしないでね。優しく接してください。みんなでマナーを守ろう。札幌市円山動物園。